はい、どうもこんにちは、寺井です。今回ですね、2022年今年最も稼げるおすすめの副業、バイマ無在庫転売の稼ぎ方を解説というタイトルでお話しさせていただけたらと思います。今年こそ副業でね、稼いでいきたいと思われている方ね、多いかなと思うんですけれども、でも一体何をやったらいいかなという形で迷われている方いらっしゃいませんでしょうか。完全在宅でですね、このネットだけを使って会社員の給料以上、または頑張り次第では月に100万円以上ですね、稼いでいくことができる副業であるこのバイマというビジネスがですね、今非常に注目を集めています。バイマはですね、この無在庫でできるのでですね、リスクもほぼなく始めていくことができるのも一つの特徴です。今回ですね、2022年今年最も稼げるおすすめの副業であるバイマ無在庫転売についてどのように稼いでいくのかというところね、解説させていただけたらと思います。僕は普段バイマ物販の先生をしており、 YouTube で初心者の方向けにですね、解説動画の方を投稿させていただいております。バイマの始め方だったりとか収益を増やす方法、こちら解説させていただいておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、個別相談の方も実施させていただいておりますので、概要欄の LINE アットの方、お友達追加の方もよろしくお願いします。近年のコロナ禍で各企業副業解禁の動きも大きくなりですね、ここで稼いでいくということが以前よりもより重要になってきました。そんな中でですね、副業を始める方ね、今非常に多くなってきているかなと思うんですけれども、皆さんがですね、もしこういった形で副業を始めて、最低でも今の会社員の給料と同じぐらいの額、大体 20〜30万円ぐらい、あるいはですね、めちゃめちゃ頑張って副業で月に100万円とか、こういったね、収入が今の収入にプラスされたらどうでしょうか。いろんな選択肢が出てきますよね。今回ですね、それを可能にするバイマ無在庫転売の稼ぎ方をですね、今年の2022年最新版の情報に基づいて解説させていただけたらと思います。では早速お話しさせていただけたらと思います。今回ですね、計5項目をお話しさせていただくんですが、まずはですね、今回でバイマというワードを初めて聞いたという方もいらっしゃるかなと思いますので、第1項目目、そもそもバイマって何という内容から始まって、2項目目バイマで稼ぐにはどうすればいいのか、3項目目ビジネス経験ゼロから始まって、どれぐらいの期間でどれぐらい稼げるのか、4項目目今後もバイマは稼げるのか、5項目目どんな人にバイマはおすすめなのかという、この流れでですね、お話しさせていただけたらと思います。で、早速1点目、そもそもバイマって何というところからお話しさせていただけたらと思います。バイマはですね、アパレル専門の通販サイトになります。実はですね、2005年からある、ね、会社が運営しておりですね、もう今年16年、歴史があるといった会社になります。この運営している株式会社エニグモはですね、東証一部上場している実績のある株式会社になります。会員数がですね、もう年々どんどん増加していってですね、2020年、2年前ですかね、の1月ではですね、会員数550万人のところですね、2021年の1月、だいたいこの1年前にはですね、821万人という形で、どんどん増加しているというところになります。ちなみにですね、このパーソナルショッパー、このバイマ上でこのビジネスをしている人間、我々なんですけれども、こちらもですね、年々増加傾向にあります。2年前の2020年1月はですね、パーソナルショッパーの数 14.6 万人。で、2021年1月、今から1年前はですね、パーソナルショッパー会員数 16.4 万人という形でですね、こちらも徐々にですね、ビジネスに参入してきている人が多くなっているというような現状があります。今申し上げた通りですね、僕が行っているバイマ無在庫転売はですね、このバイマという取引所でショップ、すなわち商品の売り手として活動するということなんですね。データを見ていただいてね、気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、このパーソナルショッパー、すなわち売り手の数の増加率よりもですね、バイマのユーザー、お客様の、ね、増加率の方が高いというところが伺えます。よってですね、このバイマはビジネスのフィールドとしても注目されているというところになります。よくですね、僕の LINE アットの方に質問いただける方の中にですね、バイマって今から参入しても稼げるんですかというところ質問いただけることがあるんですけれども、市場はですね、年々増加していっておりですね、今から参入しても稼いでいくことができます。現にですね、僕のバイマのコンサルの生徒さんもですね、ビジネス経験ゼロから始まって短期間でしっかり結果を出しています。バイマって何なのかという項目と合わせてですね、バイマで稼いでいくことができる理由についてもですね、お客様が年々増えているから、市場が拡大しているからというところを知っていただけたかなというふうに思います。バイマはですね、我々ショップ側の目線でもですね、他の物販にはない特徴がありますので、そちらについても2点知っておいていただけたらと思います。1点目としてはですね、無在庫で始めることができるという点になります。メルカリでもアマゾンでもですね、基本的には自分でこれ売れるなと思った商品をあらかじめ仕入れてですね、その商品を出品して売っていく必要があります。これはもちろんですね、売れる商品を仕入れることができて売っていくことができればですね、利益を出していくことができるんですけれども、仮にもしですね、仕入れた商品が売れなければ、この商品は丸々赤字になってしまうんですよね。これを在庫リスクって言うんですけれども、バイマ以外の物販はですね、常にこの在庫リスクと隣り合わせです。一方でバイマはですね、無在庫でビジネスを始めていくことができます。あらかじめ商品のカタログだけ出品しておいて、お客様の問い合わせ、オーダーに基づいて、その商品をお客様の受注後に買い付けて、それを発送することによって利益を出していくことができます。
この運用方法によってですね、在庫リスクはゼロで売買を始めていくことができるというところが非常に大きな特徴になります。この無在庫の運用についてはですね、売買が公式的にこの無在庫でやっていいよというところでですね、認めているというところも特徴になります。メルカリもアマゾンもですね、この無在庫でやっている人はいるんですけれども、これは運営側は認めておらずですね、バレたら即刻アカウント停止になってしまいます。これトラブルになっていく可能性もありますよね。皆さんはですね、このリスクは限りなくね、ゼロに近づけてですね、ビジネスを行っていきたいと思うはずなのでですね、1点目、こちら大きなポイントになっていくかなというふうに思います。2点目としてはですね、ブランド知識がなくても始められるという点になります。バイマはですね、ブランドを扱う通販サイトなのでですね、自分自身もブランドの知識がないと始めることができないと思われている方多いかなというふうに思うんですけれども、必ずしもそうではありません。僕もですね、このバイマを始めた時はですね、会社員の副業から始めたんですけれども、このブランド知識はなく、ゼロからのスタートだったんですが、このブランドを扱う中で知識はおのずと増えていきました。仮にですね、お客様から商品情報の質問を受けたとしてもですね、少々お待ちいただいて、実店舗のプロの店員さんにね、情報を聞き、それに基づいて回答するなどですね、やり方次第ではですね、お客様の満足する情報を提供することができます。ブランド知識がなくても始めていくことができると、ここについてもですね、知っておいていただけたらというふうに思います。1項目目以上になりますが、バイマとは何かという項目をお話しさせていただきました。続きまして、2項目目、バイマで稼ぐにはどうすればいいのかというところをお話しさせていただけたらと思います。まず一番初めにやるべきこととしてはですね、パーソナルショッパーに登録するという内容になります。これはですね、特別な審査がいるわけでもなくですね、基本的には誰でも活動を行うことができます。しかも無料で登録することができます。登録が済んだらですね、早速自分が扱うブランドを選択していきましょう。その商品をそのブランドの公式サイトからですね、情報をピックアップして出品してですね、活動を始めていっていただけたらと思います。稼いでいきたい皆さんはですね、ここではぜひハイブランドを扱っていただけたらと思います。ビジネスのスタイルとしてはですね、大きく2つの方法があります。1つ目は薄利多売型、2つ目は高利商売型というビジネスモデルがあります。1つ目のね、薄利多売型はですね、1回の利益が薄利、すなわち少ない、ビジネスモデルになります。それをたくさん売っていくという内容ですね。例えばですね、1回の利益数百円とか、こういったレベルの話になります。これね、大きく稼いでいくためにはですね、月に何千個、何万個と売っていかなければなりません。例えばですね、子供時代、この寺井少年はですね、このベビースターラーメンがめちゃめちゃ好きだったんですけれども、駄菓子屋さんとかコンビニ行くとね、毎回買ってたかなというふうに思ってるんですけれども、逆にこのベビースターラーメンを売る側になってですね、月に100万円稼ぎたいという形になったらですね、もう何個売れなければならないんだという話になってしまいますよね。これね、薄利多売のビジネスモデルのね、一例かなと思うんですけれども、ここでは多くの労働力がかかってしまいます。扱う商品は非常に大事ですよね。一方ですね、二つ目の高利商売型タイプのビジネスモデルであればですね、一回の取引単価数万円だったりとか、数十万円、こういった利益を出すことができます。適切なノウハウを身につけて、こちらのフィールドで活動していくことをお勧めします。ハイブランドを扱って大きく稼いでいきましょう。二点目、倍まで稼ぐにはどうすればいいのかというお話させていただきました。続きまして3点目、ビジネス経験ゼロから始めてどれぐらいの期間でバイマでどれぐらい稼げるのかという内容をお話しさせていただけたらと思います。僕はですね、バイマに本格的に参入してから、3ヶ月で月収28万円到達して、半年後には月収100万円到達していました。僕のね、教えさせていただいている生徒さんもですね、3ヶ月では平均して20万円から30万円程度到達していますし、2021年、去年ですね、年末もコンサル生との対談動画撮ったんですけども、その方はですね、3ヶ月で月収45万円利益を出すことができました。また半年頑張るとですね、100万円以上到達する方も出てきます。正しい方法でバイマーを行うことができればですね、稼いでいくことができます。僕の生徒さんとの対談動画はですね、概要欄貼ってありますのでですね、ぜひこの動画最後まで見ていただいた後にですね、見ていただけたらと思います。3点目、ビジネス経験ゼロから始めてどれぐらいの期間で倍までどれぐらい稼げるのかという内容をお話しさせていただきました。続きまして4項目目、今後もバイマは稼げるのかというお話しさせていただけたらと思います。先ほどですね、バイマの市場が拡大しているというところですね、データとともにお話しさせていただけたかなというふうに思うんですけれども、今後のね、バイマの展望としてはですね、市場が拡大してより活発な取引が今以上になされていくというところになります。ビジネスのフィールドの選択、非常に重要です。今やはりですね、なんだかんだ言ってもこのネットの時代なんですよね。そうであるならばですね、このバイマなどこのインターネットを使ったビジネスで稼いでいこうというふうになるのはですね、至極当然の選択なのかなというふうに思います。コロナ禍で消費者もインターネットを利用する流れが大きい中でですね、ユーザー数はこれからさらに大きくなっていくと予想されます。市場は拡大していっていますし、将来さらに大きな波に乗るためにもですね、今からバイマについて学んで活動を行っていくという選択はですね、将来性のある選択になりますよね。4項目目、今後もバイマは稼げるのかというお話させていただきました。
じゃあ最後ですね、5項目目、バイマはどんな人におすすめなのかというところをお話しさせていただけたらと思います。まあ、おすすめな方としてはですね、無在庫でリスクが低く始められるという点でですね、ビジネス初心者の方、こういった方おすすめの対象になります。またですね、この隙間時間で始めていくことができますので、会社員の副業だったりとか、主婦の方でちょっと時間が余ってるよという方、こういった方々もですね、おすすめの対象になります。また考え方の面でですね、この収入の軸を増やしていきたい方だったりとか、ゆくゆくはビジネスで、起業したい、独立したいというふうに考えている方、こういった方もですね、おすすめの対象になります。バイマで必要なのはですね、ビジネスを始める上での一歩踏み出す勇気とですね、最低1日3時間以上取り組める時間とですね、パソコンや、スマホ、こういったインターネット環境とですね、ある程度のこういった買い付けに必要なカード枠だったりとか、資金繰りの部分、あとは最後に20歳以上であること、こういった形になります。パソコンまたはスマホという形で申し上げたんですけれども、スマホだけで OK です。僕も初めはスマホだけでやってました。またですね、中にはですね、僕のコンサルの生徒さんの中でですね、非常に意識高く持ってやっていただいている方でですね、この学生の頃から将来的な目標を持ってですね、バイマに取り組む方もいらっしゃいますのでですね、チャレンジしたいと思われている方はですね、ぜひバイマチャレンジしてみていただけたらと思います。まあ、逆にですね、こういう方はバイマ始めるのは難しいという方に関してはですね、1日最低3時間取り組むのは難しいほど忙しいという方だったとか、パソコン、スマホ、これどっちも持ってないよという方だったりとか、あとカードもブラックになってしまっていて、現金もない、こういった資金繰りが全くなくて買い付けができないという方だったりとか、まだ20歳になってない未成年の方、こういった方はですね、ちょっと難しいというところになってしまいますので、こちらもね、知っておいていただけたらと思います。もろもろ整えていただいてからですね、バイマを始めるのが良いかなというふうに思います。こちらもね、最後のお話も参考にしていただけたらと思うんですけれども、最後5項目目ですね、バイマはどんな方におすすめなのかというところをお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。今回ですね、初心者の方にも僕なりに分かりやすくですね、2022年今年最も稼げるおすすめの副業バイマについてお話しさせていただきました。バイマはですね、副業としてはもちろんいいんですけれども、起業したい独立したいと考えている方ですね、見ていただいている方の中にもですね、いらっしゃるかなというふうに思います。起業だったりとか独立、こういったことで言うとですね、まあ今の自分の頑張ってる仕事だったりとか、過去自分が頑張ってた仕事、こういったことと関連性を持たせて起業するというスタイルもあったりとか、あるいはですね、自分が前から憧れてたこういったビジネスのコンセプトの飲食店を開きたりとか、ジュエリーショップを開きたりとか、こういったね、スタイルもあるかなというふうに思います。まあそういった形でですね、起業を考えられている方もいらっしゃると思いますが、一方でですね、起業独立はしていきたいんだけれども、何をしたらいいかわからないという方もいらっしゃるかなというふうに思います。今言ったどのパターンに対しても言えるんですけれども、バイマの物販はですね、3ヶ月でだいたい会社員と同じだけの給料を稼いでいくことができますし、半年コミットしていけばですね、月収で100万円狙っていくことができますので、ひとまずはですね、このバイマから起業して収入の柱を作っていくというところがいいかなというところになります。まずはこのね、手堅いビジネスから入って、その後はですね、このバイマを伸ばしていくでもいいし、自分のオリジナリティあるビジネスを展開していくというところですね。これ他の動画でも言ってるんですけれども、王道ルートかなというふうに思いますので、ぜひこの考えに基づいてですね、自分なりのビジネスをね、展開していっていただけたらと思います。バイマについて気になった方もですね、また僕とちょっと話してみたいなと思われた方もですね、 LINE アットの方気軽にご連絡いただけたらと思います。じゃあ最後まとめになります。本日の内容を5項目、まとめさせていただきました。1項目目、そもそもバイマって何？ブランド品の通販サイトであり、無在庫でビジネスをできるのが特徴。2項目目、バイマで稼ぐにはどうすればいいのかというところなんですが、こちらは、パーソナルショッパーとして登録し、ハイブランドを扱っていくというところをお話しさせていただきました。3項目目、ビジネス経験ゼロから始めてどれぐらいの期間でバイマでどれぐらい稼げるのかという項目についてはですね、ゼロから始めて3ヶ月で月収20万から30万円、半年で100万円を狙っていくビジネスであると。というところをお話しさせていただきました。4項目目、バイマは今後も稼いでいくことができるかという項目についてはですね、ユーザー増加傾向にあり、今後さらに普及されるインターネットの需要によってですね、さらにこの市場は拡大していくというところをお話しさせていただきました。最後5項目目、バイマはどんな人におすすめかというところのお話についてはですね、1日最低3時間は時間を確保できて、最低限仕入れるカード枠があり、カードブラックではない、パソコンまたはスマホがあって20歳以上であればサラリーマン、学生、主婦の方にもおすすめ、こういった内容をお話しさせていただきました。参考にしていただけたらと思います。はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。動画のコメント欄ではですね、動画の内容にしてほしい内容を、募集させていただいております。ぜひコメント欄にコメントしていただけたら嬉しいです。また概要欄にはですね、過去私が教えてきた生徒さんへのインタビュー動画だったりとか、バイマで稼ぐための方法解説した動画も載せさせていただいておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけたらと思います。
それではですね、今後もこのようなバイマに関する投稿をさせていただきますのでですね、この動画いいねと思った方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録、またはですね、この通知が届くベルマークの方を押していただけたらと思います。それでは今回の動画はこちらで終わりとなります。最後まで見ていただきありがとうございました。失礼させていただきます。